雪が、谷大塚駅は、東京都大田区南雪ヶ谷2丁目にある、東急電鉄池上線の駅である。駅番号は、IK09。早朝、夜間を中心に当駅止まり、始発の列車が設定されており、朝ラッシュ時には、五反田発の列車のうち3本に1本が当駅で、折り返す。池上線、東急玉川線の車両基地である雪が、 谷検築が当駅に隣接している。かつては、目黒蒲田電鉄新大沢線が当駅に接続していた。島式ホーム一面二線を有する地上駅、京上駅舎を持つ。サービスマネージャー導入駅のため、旗の台駅から遠隔監視している。また、乗務員を管轄する駅が、国王塚乗務区が当駅構内に設置されている。 蒲田川の駅前踏切を渡った先に折り返しや入庫の際に使われる渡り線がある。五反田方面から到着した当駅折り返しの列車は一番線に到着後に乗客を全員降車させ、この渡り線を使って上り線に転線させた後に当駅始発の五反田駅として二番線に折り返す。入庫列車の場合は渡り線を渡ってそのまま車庫に向かう。その他、 五反田側と蒲田側に車両が留置できる箇所がある。通常は使用されないが、車両故障やダイヤ乱れなどでの車両交換など、特別な場合に車両が一時的に留置される。2020年度の1日平均乗降人員は18,202人である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。雪が谷駅と 調布大塚駅を統合して開業したため、二駅の駅名から取られた。雪が谷は開業当時、その所在地が荏原郡池上村、大技雪が谷だったことに由来する。また、調布大塚は、所在地が当時の調布村大技宇の木の飛び地、あざ大塚だったので、その調布と大塚とをつなげたものである。なお、大塚は、 調布大塚小学校西北の稲荷社にある大塚古墳からついた地名である。あざ大塚は、後の1932年の東京社編入に、際して大森区調布大塚町となった。そしてさらに1960年の住居表示実施に、際し大田区、雪ヶ谷大塚町と解消したが、同時に町域の南を中原街道で限った。そのためかつての、 調布大塚駅の地点は南雪ヶ谷2丁目に入っている。地名に雪の字を関する経緯は不明だが、かつてはゆずの群生地域だったことから、ゆず帰国がなまったという説と、この近辺の土壌が白土だったために、遠方から見て雪が積もっているように見える場所を示す。雪ヶ谷度が雪ヶ谷になまった説、または雪ヶ谷度と同じような意味を持つ、 雪が谷がそのまま地名になったという説がある。ちなみに日本全国の駅で雪がつく駅は当駅のみである。ありがとうございます。